皆さんこんにちは。この試合の模様は実況西岡、コメンテーターに福西崇史さんをお迎えしてエスタディオアステカからお送りします。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。国際親善試合の模様をお届けします。福西さん、楽しみな一戦ですね。はい、見応えのある試合を期待しましょう。この世界有数の規模を誇るエスタディオアステカの収容人員はなんと10万人も超えることで知られています。それにしても大きいですね。満員の中で行われる試合はすごい迫力でしょうね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。このパスはダメでした。通りません。ドスサントス、観客も思わず立ち上がった。シュートはわずかに外、ゴールを外れます。サンチェス、フアン・クアドラード、カルロス・バッカー、完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。パスコースにはディフェンスがいます。サンチェス、ディアス、ボールを奪いました。さあ、どう組み立てるか。エレーラ、メキシコが入ってきました。いい形です。いいクロスが上がりません。ディフェンダーが軽々とカットしました。ボールがフリーになりました。ドスサントスが絡みます。エデーラ、ボールをダッシュ、寄せが早い。ここから先の出しどころに苦労している様子です。これを決めればリード。コーナーからのリスタートになります。上がった。攻撃の手には渡りません。ロサーノ、ロドリゲス、サンチェス。さあ、スタジアムのテンションが上がります。見事なパス、うまいパス、打ってきましたが大きく外れてしまっています。これは先ほどのシーンです。何度見てもいいプレーですね。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールの動きが激しい。よく見えてます。ドスサントス、かわした。さあ、どうする。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。ボールを失いました。ドスサントス、
あと数センチ内側だったらというシュート。としました。ここはどうするでしょうか。カルロス・バッカー、いい形でゴール前まで持ってきました。ここはボールを奪取しました。ロドリゲス、フアン・クアドラード、ロドリゲス、あっとこぼれた。危険な位置です。緊張感が増してきます。入るか。このシュートを弾いた。キーパーが軽々とさばきました。フアン・クアドラード、カルロス・バッカ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。このホイッスルは PK です。主審は迷わずペナルティースポットを指さします。これで試合が決まるようなことにならなければいいですね。外しました。もったいないことをしました。フアン・クアドラード、ロドリゲス止めた。ボールが転がる。前半終了で0対0、試合は動かないまま。ここエスタディオアステカでは席を立っていた観客が席に戻っていく中、後半戦がスタートしました。じっくりと出しどころを探します。ここでシュート。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ここはセーフティーファースト、タッチに逃げました。サンチェス、さあスタジアムのテンションが上がります。ドスサントス、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ハメス・ロドリゲス、ここはドスサントス。メキシコが入ってきました。いい形です。このクロスはブロック。これは相手チームのコーナーキック。しっかりと守りたい。止める。弾いた。フィールドの中盤でボールを奪いました。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。メキシコの最後のひらめきはどう出るでしょうか。ディフェンスが混乱してますね。クロスきた。キーパーに近すぎました。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ここはドスサントス、ちょっと消極的なパス回しです。危険なクロスでしたがディフェンダーがうまく対応しました。フアン・クアドラード、ボールを運びゴールに、これはチャンス。クアドラード、キーパー弾く。どちらの、
キーパーも今日は大当たりですね。ディエゴ・レジェス、タックルが決まりましたがスローインです。さあメキシコの選手の動きが激しい。ボールはどうだ。可能性のあるクロスでしたが見事にカット。ドスサントス、サイドへ展開。いい形でゴール前まで持ってきました。ルーズボールになっています。こちらが今日のボール支配率です。拮抗していますね。中盤では互角にやり合っています。カルロス・バッカ、ディアス、ボールを失った。エレーラ、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。危険な位置です。緊張感が増してきます。ディエゴ・レジェス、エレーラ。さあスタジアムのテンションが上がります。ゴール前までは行くのですがそこでボールが止まってしまいます。これを決めればリード。ボールはドスサントス、打った。なんとか勝ち越し点を奪おうとしましたがここは入りません。メキシコの選手に交代があります。タッチラインを割りスローインです。フランク・アドラード。素晴らしいクロスが入りましたがディフェンダーの読みが良かったですね。いいボールを出したいですね。ボールをキャッチ。コルナ、メキシコが入ってきました。いい形です。ルーズボールです。ボールはどっちだ。パスコースにはディフェンスがいます。狙ってきた。ここはシュート。誰でもいい、そんな声が聞こえてきそうなメキシコの大事なコーナーです。試合が終了いたし、勝負は延長戦へと入ります。気持ちと気持ちのぶつかり合いです。コロナ、メキシコの最後のひらめきはどう出るでしょうか。さあ折り返した。ディフェンスが勝ちました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ディアス、カルロス・バッカ、パスがよくつながっています。なんとか一息つきました。スローインです。ボールを運びゴールに襲いかかります。シュート、ゴール。ここまでのシュート数を見ても
今日は積極的にシュートを打っていますね。そうですね、確実にシュートチャンスにつなげている印象です。この試合初ゴールですが、どちらが決めてもおかしくありませんでしたね。はい、そんな中ついに入りましたね。これはさらに面白い試合になりますよ。ボールがフリーになりました。いい形でゴール前まで持ってきました。これは止められます。ハビエル・エルナンデス。サイドからの攻撃へ向かいます。ここで選手の交代です。フレッシュな選手を投入します。サイドへ振る。サンチェス。危険な位置です。緊張感が増してきます。コリン、これは狙えます。今度はゴールならず。はい、そうそううまくはいきませんね。ボールは来てますから、まだまだ狙えますよ。さあ突破しましたよ。ボールがフリーになりました。ホームのサポーターは諦めていませんね。すごい歓声です。この応援に応えないといけませんね。選手たちも最後まで足を止められないでしょう。強引に切り崩してきた。コルナー、旗が上がっていますね。ノーゴールです。リプレイをご覧ください。これはいい判定でしたね。飛び出しが一瞬早かった。キーパーにバックパスです。エレーラ、パスがよく走っています。このままつなげれば素晴らしかったのです。レフリーフリーキックの判定。レジェス、横に振ります。シュート決まった。同点です。同点ゴールを決めました。劇的な同点弾が生まれています。残り時間もわずかでしたが、踏ん張りきれませんでしたね。PK での決着となりました。
feet, all the advice that I take. Fall into line, fall into place, all of these roses. キーパー正面です。止めました。ここで止めました。これは大きいです。落ち着かないようですね。キーパー、これを読んでいた。ここは決めたかったところです。なんと止めました。完全に読み勝ちですね。ここはプレッシャーがかかる場面ですね。この1点が試合の行方を左右しそうです。ミス、 PK 失敗です。ここは決めておきたかったですね。少し自信がなさそうですね。PK が決まった。フェイントでキーパーのタイミングをずらしましたね。プレッシャーがかかる PK になりました。外した瞬間にチームの敗、この瞬間に勝利が確定。これはキーパーの読み勝ちでしょう。ここから先の出しどころに苦労している様子です。これを決めればリード。ボールを運びゴールに襲いかけ